こんばんは、角井雅子です。こんばんは、井上正則です。はい、えっ、ー、と、本日は井上正則さんをお招きしての。と、角井チャンネルになります。私から井上さんのご紹介をさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。で、井上さんは、えっ、ー、と、コーチングのそ、元祖の祖ですね。ルータイス氏と認知科学者の苫米地英人博士。 に従事されていいらっしゃいますで BWF 公認の青少年向けセルフコーチングプログラム PX2 のマスターファシリテーターでもいらっしゃいますそしてドクタートム・ベチワークスのアシスタントですねをされていらっしゃって内部表現書き換えの技術にも通じていらっしゃいますで内部表現の書き換えに加えて 気候、古武術ですね、催眠についても長く学ばれていらっしゃいます。それとですね、あとセキュリティの専門家で、情報処理安全確保支援士ですね、情報処理安全確保支援士でもいらっしゃいます。井上さんに今日はですね、縛りを外すというテーマでお話を伺っていきたいと思っておりますけれども、 えっと、今日のです、ね、井上さんのお話を、えっと、聞いてくださることで,でコーチングのパワーをゴールに生かす上えでのブロックを解除できるようになりますそしてコーチングは誰にでも有効であるっていうことを知ることができますとっても楽しみの内容ですけれども井上さん、はい、ご挨拶大丈夫でしょうか大丈夫ですはい よろしくお願いします。えー、お願いします。で改めまして、えー、井上正則です。えっ、ー、とまあ今つむ剣さんが紹介してくれた内容でえっ、ー、とまあ長くね PX2 とかまあ博士田ム博士のお手伝いとかをいろいろまあやってきている中でまあ今回えっ、ー、とまあ縛りを外すっていうのはまあ単純に なん、まあえー、だろうな、まあ、コーチングっていうものを、まあ、これ今聞いてくれてる人、まあ、これからね、あのー、録画で見る人もいるかもしれないですけど、まあ、その時に、えーとまあ、興味があって、まあ、コーチングに興味があって、まあ、もうだいぶ学んでる人も、コーチの人もいると思うんですけども、まあ、そういう中で、えっ、ー、と、まあ、そのパワーを生かしていく上で、まあ、なんだろうな、引っ掛か,かりをできるだけ取っていった方が、 まあいいかなっていうところがあったので。えええっとまあ前回とかはね、あの A. I. の話とかもちらっとしたりしたんですけど、チ、うん、ャット G. P. T. とかね。あそうですね。うん、あれすごいためになるお話でした。ありがとうございます。はい、はい。まあその後もね、あの A. I. の発展はすごくて、も、ま、う、あ、本当にな、うんか毎日新しい。トピックというか、ニュースというかね、が出て。うん 毎日新しい、えー、とすごいやつが出てきたぞみたいなニュースが連続して,て、えー、まあちょっと引き続き目が離せない状態なんですけど、まあ、それなんかも、うん、しお時間があったらそこら辺の話も伺いたいとは思いますけども。はいはい、はい、はい。今日は縛りの方で。ででいきましょうかね、はいえっと。それで最後の方にはですね、えっと、得点。 ののお話もありまますのででどうぞ最後までお楽しみくださいそれでコメントもねどんどんと入れていただければと思います。で井上さん途中でコメントをね読んでいきますのでよろしくお願いします。はい、まずえっ、ー、と、垢倉最後コーチからコメントいただいてます。井上コーチ政子コーチ大阪市からごきげんよう。ごきげんよう。大阪市に戻られましたね。はいありがとうございます。 それではと早速、縛りのお話。はい。はい、お願いします。はい。ありがとうございます。はい。えー、っと、まあ、うん、すごい、あ単純といえば単純な話からしますけど、まあ、現状っていう、ね、言葉を、まあ、コーチング学ばれてる人はご存知かもしれないですね。ステータスクオーって呼ばれている、まあ、現状ですね。 続いたらそれも現状だよっていう、まあ、未来も含めた現状ですね。あのこの人は、まあ、自分はこのままいったらこうなるだろうなっていう予測も含めて、まあ、般、うん、的にね、誰かを見たときの方がもしかしたら分かりやすいかもしれないんですけど、この人の10年後が想像できるかできないかみたいな。<laughs> うん、できない,いや、この人はもう1年後、2年後何やってるか分かんないなみたいな、ええ、その現状というか、その人の。 まあえー、コンフォートゾーンっていうやつですよね、その人の、えー、と状態っていうのはどん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 移り変わってる人かなっていう気はするんですけど、まあ、そうである人っていうのはまあどうなんだろうな、多いのか少ないのか分かんないですけど、ええ、できるんだったら、まあ、変なしコーチングというかね、ゴール設定ですね、自分がやりたいことをゴールとして設定して、でそこの行きたいところに行くやりたいことをやっているっていうことがどんどんできていると思うんですけども。うん それが、まあえっと、今、聞いてくる皆さんだったり、まあ、それの、えっと、聞いている、まあ、皆さんがコーチだったら、クライアントさんだったりする人たちが、まあ、どんだけその自分の好きに動けているのかなっていうところを、ちょっと想像をしておいてみて、まあ、想像というかね、その意識に上げてみてほしい、うん、はい、ところなんですけど、え<っ>まあどうだろう、周りの人たち、まあ、自分も含め、うん、そうですね、自分も含めて、どうでしょうか。 でまあ、その時に、まああのー、自分が引っかかって動けなかったりすることだったりとかあるいはまあ別の人が引っかかって動けなかったりすることだとか、まあ、そういう人それぞれ違うと思うんですけどじゃあまずなぜでそれが違うのかっていうのはこれはあのーまあ、コーチング的なお話の、ね、おさらいばっかりになっちゃってもあれだけども、あのー、ブリーフシステムが一人一人の 認識だとか、宇宙が違うよとか、あの記憶している、まあ、情報が違うよとか、まあ、そういったことがあるよっていう話になってくると思うんですけど、うん、でそれが、まあ、単純に今回、えーっと、縛りを外そうなんですけれど、うんあの、縛りとして働いてるかどうかっていうのは、まあ、自分で多分認識は上げられると思うんですけども。あのうん ただ、あげようと思えばあげられるんですけど、普段あんまり気がつかない、まあ、いわゆるおと思いになっていることが多いんで、現状自分の肯定するものっていうのは、それをずらすためにはゴール設定が必要だよっていう話は、多分このシリーズとかでも誰かが言ってると <laughs> <laughs> 思うんですけどね。そうですね、はいまあ、ね。過去の動画とかもたくさん見ている人もいるだろうし、まあ、この今回から見る人がいるかどうかわかんないんですけど、あのいらっしゃいます。いらっしゃる、OK。はい。 まあそのまあ、初めての人にもまあ伝わるところも含めて、うん、ただ、まあ、はい、動画を、ねえー、と見たりすることで、まあ、もっと分かりやすくなる部分もたくさんあると思うので、まあ、それを見ていただいていい、えーえー、と思いまあスコトーマ自分は、えーとまあ、今を、いわゆるホメオスタシスですよね、現状をまあ維持するっていうのが、えー、と生命の機能。 の、まあ、一つ基本形があるわけなので、あのー、なんだろう、そこから外れるといや、危ないんじゃないのとか、出めてくるっていうね、<laughs> のがありますよと。うん、で、それを、でも、いや、そこは止められなくていいよっていう部分と、まあ、そこ。えー あっった方がいいよっていう部分は自分の意識で判断をまあしていきたいなっていうところですよね、まあ、無意識にも使うんですけど、うん、無意識のまんまだと、なんか分かんないけど止められた、まあ、それがいいことか悪いことかっていうのを検証しないといけなかったりとかすると思うんですけど、ゴールですね、まあ、とにかくゴールを設定しましょうなんて、うん、あの縛りかどうかを判断するのにはまずゴールが必要だよねっていうところがまあ先にあって。うん あのっていうのは、縛り、ボ、えー、ールがなくて現状維持がゴールだったら、縛りっていうのはまあ,ある意味いいことなんですよね、至って今のその状態に縛ってくれてる。なるほど、ねうん、だから、縛りっていうものを外したいなと思ったんだったら、逆説的に、それって今にどこかにあと不満というか、何かのえっと変えたいなというものがあると思うんですけど。はい まあそこをきっかけにねあの、じゃあゴールってどうかなっていうのを設定をというかね、じゃあ私のやりたいことってこういうことなんじゃないの今がこれに不安満談だったら、じゃあこういうことが実はやりたいんじゃないのみたいに掘っていってもらっていいと思うんですけど、うん、で、ゴールを設定するかしないかで、うん、その縛りっていうものの定義が、うん、まあ定義というか機能ですよね、うんえー。縛りっていうもののプラスマイナスが、まあ、 単純に言うと反転するというかね、反対になる。反,転うん、反対になる。あの要は、プラスとマイナスが自分にとっていいか悪いかっていうのが、今縛っているものっていうのは、うん、ゴールがなければ今、私を例えば平熱、私、平熱ちょっとなんか言う,言うと高めですねって言われたりするけど、36.6度ぐらいなんだけど、体温が、ね。うん、で、まあ、そこにとどめ置いてくれてる。これうん が、まあ、私のスタンダードな体温だよっていう状態、まあ、人によってね、36度のもうちょっと低かったり、35度台とかね、うん、いろいらっしゃったり、それみたいですけど、うんうん、まあ、それって、まあ、別に悪いことじゃない、その体温がぐちゃぐちゃに動かれても困るっていうことで、うん、自分のいいパフォーマンスを出すっていう状態を保ってくれてる縛りっていうのは別にいいことだよね、うんですけど、はいはい、ただまあ、まあ、体温の話で言うんであれば、 ただ、その本当に自分のゴールに必要なパフォーマンスをその36.6度でまあいいのかなとか、まあ35度でいいのかなとか、まあそういうのってたまに、えっとたま,にたまにじゃないけど、<laughs> いうのもゴールに合わせて、ああのまあ変えでみるというかね、まあそこは簡単に変えられるかどうかっていうのはちょっと別として <laughs>、ええ。 循環を良くすると体温が上がるかもしれないしみたいな部分とかもいろいろあると思うんですけど、まあ、やり方はやり方というかそれぞれの人が持っているその、まあ、これはかなりホメオスタシスといっても物理に近いところの部分なので、まあ、どの程度介入できるかっていうのはまたちょっと別の話になるかもしれないですけど。 そうういものの、まあ、これが、まあ、いいか悪いかっていうのは、まあ、私はまあ普段普通にえっと暮らしている分にはいいんですけどただ皆さんこの中でまあ私を物理的に知ってる人はご存じだと思うんですけど私はめちゃめちゃ暑がりなんですよ。<laughs> あのもうあの1年の中で快適な季節はもうほぼほぼ数か月しかない最近の日本はとても暑くて。あの <laughs> 私にとって快適,快適な季節はちょっともう先,先月ぐらいに終わっちゃったんですけど、2月、3月になったらなんかもう結構暑くて、で<え>暑いんですけど、うん、でなった時にまに、あ、健康状態としては別にそれは悪くないかもしれないですけど、汗かいたりして、ただ、うん、まあ私、体温低いんだよね、みたいな、汗かかないんだよねって言ってる人は、まあ、正直、まあ羨ましいなとか。い,まあいいことかどうかは別ですけどね、それが、体、ま、にとっていいことかどうかっていうのは別ですけど、うん <laughs> 自分が汗をかきたくないとしたら、それはもうちょっと俺の体温低くてもいいんじゃないのみたいな、まあ、そこは変えられるかどうか別の話なんですけど、まあ、ちょっと分かりやすいところで、皆さん体温あると思うので、そこはあの共有できるかなというところで、とりあえず例としては挙げましたけれども。うんはい でえっと、ゴールを設定するっていう話で、それがまあ縛りかどうかっていうのがまあ変わっちゃうよっていう話なんですけれども、まずね、今、まあまあ、言ったみたいに、ふ、まあ、普段そうだな、まあ、逆パターンかな、えっと、逆パターン、うん、寒いところにいるんだったら、私の今の、えっと、体温設定というか、あの体の中の代謝設定っていうのがプラスなんですけど、暑いところに行ったらマイナスになる。だから私はどっちに行きたいのかな。あの これは褒めをしたしずか先にやって寒いところに行く、暑いところに行くっていうのを今、私は涼しいところの方が好きってなっちゃうんですけど、ただ、ゴール設定っていうのはそうではなくて、どっちがやりたいか好きかっていうことなんで、うん、私はだから、もしかしたら寒いところが好きだから、それに合わせて体温設定をしているって思えば、まあ、ゴールに対して適切な今、状態かもしれないっていうことになるかなって思うんですけど。 まあこういう、まあえっとまあ、見方というか、まあ、発想で考えた時ときに、皆さんが、えっと、何かに縛られてるなって思ったときに、それは逆説的に何かに,ボールに対しての、うん、まあ邪魔をしてくるものがある、うん、逆に言うと、その縛りがあることででも現状に留めてくれている何かの作用でもあるっていうことなんですけれど。 うん、だから縛りがいいか悪いかっていうのは、ゴールによるっていう話だ、ね。うん、で、えっと、ゴールによるんですけど、えー、えっと、何だろう、今まで、まあ、すでにゴールコーチングを学んで、うん、あ,のあるいはコーチでやって、まあ、ゴール設定を、まあ、やってると。うん、やってる方は、この辺が結構。うん なんだろうね情報的には拾いやすいと思うんですよね。だってああ、あのこれがあの今自分のゴールに対する移動に対して差も多元になってるなとか、うん、拾ってこれるかなと思うんですけど。えー、あで、えーとまあ、逆に言うとゴールがなかったら、まあ、その辺は、なんだろう、ね、ただ苦しいなとか、ただいいな <laughs> まあそんな感じにもなってるかもしれないんですけど。うん、でえっ、ー、と まあ、今回、まあ、その縛りをテーマにしたときに、まあ、だから縛りっていうのは、うん、まあ自分の設定次第なので、まあ、そこのところはまず抑えておきたいなという感じなんですよね。うん、で、えっと、縛りを楽しんでるんだったら、まあ、別にそれはそれでも。<laughs> ゴールがなくて、現状がいこくてというかね、なんだかんだいろいろあるけど、今の現状が好きっていう人ももしかしたらいるかもしれない。我々は、その外にもっといい状態が必ずあるよっていうのは前提にしているので、そこはちょっと外の状態に移行してみる、ちょっと覗いてみてもいいんじゃないちらっと見たらどうかなっていうことをいろいろとね。 アプローチをしていくっていうのはご存知かもしれないんですけど。うん、で、えっと、その時に、まあ、まずは今回の、えっと、テーマ、うん、気をつけてほしいというか、まあ、まず挙げておきたいのは、うん、自然とできたものの縛りとそうじゃない縛りっていうところで、まあ、自然とっていうのは、うん、誰かの、まあ、悪意があってのことじゃなくてできた縛りっていうのもいろいろあると思うんですけど。うん れは自分のゴール設定が変わって移動していくと、まあ、結構、まあ、外しやすい外しが外し、うん、人によるかもしれない、まあ、そこはでもアプローチをしていきましょうなんですけれども,もう1つは、うん、1> まあ意図的に仕掛けられている、まあ、誰かに対する縛りみたいなもの、うん、まあ誰かっていうか、まあ、メディアとか、ね、政府とかがもし<あ><な>そういうことですね。うん にあって欲しいな国民の皆さんはっていうことであればそれは意図的にあの我々は何だろう自分でやってない縛りプレイを勝手に仕掛けられてるみたいなところがあるかなというところがあってあ<ー>まあ縛りプレイはせめて自分でね、あのうん、自分のためにあのするんだったらまあ別に構わないんですけど。 ちょっとあのこれを聞いてる人の、ね、年代に、まあ、私より若い人だったらゲームとかやるかなというところで、縛りプレイとかって、そのおじさんはゲームやる人でしたっけ <laughs> あんまやらない。有名なところでねスーパーマリオブラザーズみたいなああいうゲームがあったときに、うん えとマリオだったらどんなプレイがある、まあ、パワーアップするアイテムを一切取らないでクリアするとか、まあ、自分に対して、まあ、縛りを貸すみたいな感じですね。ではまあなんだろう、えーと、ファイアーエンブレムとかだったら弱いキャラ一人であの全部クリアするみたいな,なんかな<ー> <laughs> 昔、えー、と見たことがあ見たことっていうか、そのネットで、ね、上げている人がいすげえことだなと。うん 思った記憶があるんですけど、そうやって自分の難易度を、まあ、自分で上げるんだったら全然、まあいいんですけど、<laughs> まあそうじゃなくて、勝手にあのこれはやっちゃいけないんだとか、<laughs> これはこういうものなんだって、難易度設定を人に設定されてることがあるんじゃないかなっていうのを気づくだけで、まあ、ちょっと外しやすくなるんで、<laughs> 意識すれば、まあ、外しやすくなるというか、コントロールしやすくなるんで、<laughs> まあそこを まず縛りを外す上では、えっ、ー、と、意図していきたいなっていうところん、ね。うん、はい井上さん、とコメントいただきました。井、はい、村佳人さん、こんばんは、コメントいただきました。はい、ありがとうございます。いますはい。縛りの話をしております。はい、あ、していただいております。はい。はい。うん。結構そういう意味では、縛りありそうですね。 特に最近はそうなんですよ、ね、まあ過去からの縛りと、うん、まあこれ、まあ、新しくねいろんなところからいろんな方面の縛りがあ,のあったるのでそういう状況下にあるよねっていうのが分かっていれば、うん、あ,あこれはあの誰かが仕掛けてるなとかあ自分で縛ってるんだなとか、まあ、そうの辺分かれば、うん、じゃあこれは外しちゃおうかなとか、まあ、そういったことも、まあ、意識的にできるようになっていくなと。 と思うので、まあ、この<え>まずは、何、えー、だろうね、意識に上げてほしいという感じですね。で、えー、っと、まあ、これができると、まあ、結構自由度が上がってくるかなとは思うんですけど、うん、あの考えの自由度とか思考の自由度が上がってくるかなと思うんですけど、<え>で、あと、そうだな、えー、っと、それをさら、まあ、に に活かしててもらうっていうっいところで、うん、おまあコーチングをねあのそれこそ博士の本やら教材やら、えっと、いろんな、うんまあ、その他もろもろセミナーとかで学んだりしてんであれば技術的にはいろんなことを、まあ、インプットされていると思うんで,、うん、でそれを用いる時にまあそうだなこれは逆の縛りというか、あのー まあ覚えておいてもらうというのは、まあ、コーチングはすごい効果があるよっていう、もうすごいシンプルな話なんですけど、うん、の効果の範囲っていうのは、あの特に制限はないよって、まあ、少なくとも生きていて、あ何らかの働きかけが、働きかけっていうのは言葉かもしれないし、手で触れることかもしれないし。 まあえー、とご存知の方は聞こうかもしれないし、どんな働きかけでもいいんですけど、うん、どんな形であってもコーチング的な働きかけっていうのは、まあ、相手に対して有効だよねっていうところを前提にしておきたくまて、うんでまあ、ここになんだかな、えー、とコーチングというものを学びつつも、まあ、ちょっと目にしたり耳にしたり、ちらっとするのは、うん、でもこういう場合だと効果が出しにくいよねとか、うん、って難しいのかなとか、そういう。 またお話も、まあ、勤にしたりすることがあったんで、うん、それはなんというか、うんえっと、なんか縛りがためてるなっていう感じなんですよね。<laughs> だから、そこで、えっとまあ、もし今聞いてて、リアルタイムに打ち込める方がいるんだったら、時で、うん、も本当に大丈夫なのかなみたいなところとか、うん、あるんだったら、まあ、書いておいてもらえたら、まあ、今、案内だったら、回答しますけど。 何かありましたらコメント入れてください。あ、そうだな。じゃここでちょっと、あのつのいさんに聞いてみようかなと思うのは。はい、私にですか、はい。<laughs> つのいさんは今までこの動画シリーズたくさんで、ね、あの運営されてらっしゃる、すごいなと思いつつ。<laughs> いろんな人がいろんなことをね、あの教えてくれてたり、あるいはその、うん、まあやり取りしていくっていう中で、うん、なんだろう、コーチング、まあ、コーチングのね、チャンネルなので、コーチングに対する話題として、うん、コーチングを使う、あるいは学ぶ、という中での何か引っかかりというか、うん、そういうのが出てきて、まだなんか未解決のものって何かあったりするのかな。未解決のもの 特になもうすべて今後まここまでのお話としてはクリアしてきてるそうですねあの皆さん違うアプローチねコーチング皆さんは違うのであのあなるほどななるほどなって自分の何て言うんでしょうねアイデアの中になかったようなねものをこのお話ししていただいたりしてだんだんなんかすごく広がってきてるなっていうプラスの 方向には行ってますけれども、未解決っていう感覚っていうのはあまりないかなまさに言ってくれた,みたいな人がいろんな角度で、うん、あ見方というかね視点を与えていることによって、お友、ねうん、がねどんどん外れていって、あこういう、うん。 でも、あと思ものが見えるようになったっていうのがどんどんと、うん、その自分を縛ってた、まあ、今回はね縛りを外すなんですけど、そうですね。ういう感覚だったものも、あちょっと違うのかもしれないっていうふうに見えたりしたら、今回は嬉しいかなと。うん、で、あの逆に、これは自分にとっていいものだと思ってたけども、逆にこれ、うん、あむしろ縛ってるかもしれないとか、あのうん。 いろんなパターンがあると思うんですけど、その辺が、えー、と理解というか、そうね、扱える、まあ、自分、うん、え便利に扱えるようになったら、嬉しいかなっていう感じなんですよね。うん、あのおの鎖っていう、まあ、物理的にじゃらじゃらするやれ、あれって、あのまあ、自分がつながれてたら嫌ですけど、でも、ね。<laughs> 本<当に> <laughs> 何かをこう何だろう固定するそっ、うん、からこういったら危なかったりするものを固定するには便利な道具なのでうんそうあの、まあ、どう使うか、うんうん、だから今回その縛りっていう、まあ、ちょっとネガティブに聞こえるかもしれないそのワードを、うん、中心に選択しましたけれど、うん、でもそれもあの誰にとっての,あのまあ えと縛りであって、まあまあ、基本的には自分にとってあんまりよくないイメージで、まあ、用いられているだろうなというものを、ねうん、まあ持ってきてて、まあ、それは多分事実なんですけれど、ただそれ、うんあ,のまあ有効に、単にあ鎖だなと思って、じゃあ外せる、つけるっていうのも自由にできるようになって、でえーとまあ、コントロールできるいう状態に、まあ、できるよね。 っていうことをまあ前提にしてくれればいいのかなと、うんまあ、とりあえずこの辺が今回のテ、まあ、ーマー的なものですかね、はい、コメントいただきました向田コーチ昨日縛りを外したらバーンと前進したところです素晴らしいね <laughs> 見る前に <laughs> そうですね それでちょうど今日のこのようなお話にね出会ったからあ縛りが外れたんだなっていうところを実感されていらっしゃるんじゃないでしょうかね。なんか縛りもいろいろありますのでね誰かの本当言葉とかで縛りがあ縛られていたとか縛りがあったってね気が付くことってたくさんありますよね。そううですね、うん それってまあ人の様子を見たり、まあ、別に人間じゃなくても動物とかでも何でもいいですそのファンタジーのものでも全然フィクションでも構わないんですけれども、何か見て、<え>こういうものがあの自分の中に何かあったんだみたいなことが、うん、まあ面白いというか、うん、もっと動きやすくなっていくんじゃないのかなと思って。そうですね。井上さんは結構、あ こんな縛りがあったななんて気づかれたこととかありますか？ああとね、まあこれは本当日々あるというもあるんですけど、うん、あ、なんだろうな、まあうん、最近ねスマホを変えたりしてるんです、変えたんですけど、あ、はい。ええー、まあ結局今までのやつで、まあ特にまあ不満はなかったんですけどみたいな状態でで。うんで もうえっとまあ、新しいものを触ったときに、うんで、触って戻ると、あれなんか不便だぞってなるみたいな。ああ、なるほどね。うん、気づいてないところに、なんだろう、不満、うん、ふ別に不満はなかった。感じてはいなかったけれども、戻ってみるとそ<う>っていうところでしょうか。まあ、そんな感じですね。うん無垢だ、さゆこコーチ、まさに当たって砕けろ方式でした。 <laughs> なるほど。パワーがある感じそうですね。うん。そういうね。前進されたということですから。いや、良かった。はい、うん。本当に素晴らしいですね。もしね。他の方も何かありましたら、ぜひお声をね。聞かせていただきたいと思います。はい。はい 大切なことって結構あの言葉もそうなんですけれども縛り自分が縛られてるっていうことに気づ,い気づかないっていうかそ,うこのそちらに気がいかないっていうことも多いですよね。ですから 縛られてるかもしれない、縛りがあるかもしれないというねことで自分を見てみる。そうです。そこがまさにそうしてみるとあこんなことがっていうねことを発見できますよね。うん、そうですね。うん、はい。まあ本当あの本来何も縛りってないのでそれを、うん 自分の状態に維持しているのはまあ自分自身です。と <laughs> いうことを、まあえっと、抑えていければいいなと思いますそうですね。で、なんとなく、あのー、知らない間に縛られているということも多いですしね、長年、ちっちゃい時から縛られ続けていて、自分では認識に上がってなかったとっいうこととかも、ね、あるでしょうしね、<っ>そうですよね。うん 家庭から一歩出たら、あれ、他のところはこんなだった、ね。いろいろありますからね。そうですね。はい。はい、どうでしょうね。はい、コメントはちょっと今のところないようですけれども。はい。た、はい、だ,だ,だ、まあ、そうだな。まあ、今回は、まあ、ちょっと。うんあの 何だろうな。えっ、ー、と、まあ、前回と、まあ、前々回ご覧になった方は分かるかもしれないですけど、前回と前、ひた<い>すら私がダダダダッと、情報を詰め込んでしゃべったみたいなだったので、<laughs> まあ少し、んだろう、まあゆゆゆ、ゆっくりめていこう。いうん、まあちょっとこんな感じで、本当に一つのテーマだけで、ちょっと。 じっくり考えてもらえるといいかなというところで今回こんな形にしてみましたけれど、うん、そうまあスタイルも人それぞれ好みあるかもしれないんですけどまあそうですねもしこっちの方が好みとかあったら言ってください <laughs> はい何かね井上さんに伺いたいことがあったらぜひコメントいただければお答えいただけると思います、はい。普段なかなか質問できませんのでいいチャンスです いまあちょっと,、えー、とよ若干まだ時間があるから、そうだな。はい、えつのりさんって、なんか AI、まあ、最初にね、まあ、時間が余ったら AI の話ちょっとしようかな。はい、AI のツールってなんか触ってます、最近というか、その当時からでもいいけど。あのオープン AI とかあと、博士のフォートトークの方でも、ね、AI たくさんありますよね。 すごいですよね。まあ日々アップデートされてて。日々、ね、ええ。すごいですよね。ええ、まあ、そっかああ、そうですね。博士のフォトトーク触ってる人は、なんかあって、うん、まあ、いろんな別のね、AI ツールとか、はい。はい、あのテクノロジーとかも。うん、そうですね。だから、チャットとかもできるし、あの画像とかね、えそこらへんですか、いろいろ、本当、すごいですよね。すごいですよね。はい。うん さすがというしかないですけど、はい、いろんな技術を統合的に扱うんあのまあ。フォートトーク使っている人は、まあ、そ,それでいいといえそれでいいんですけど。そうですねですので、まあ、もし、ね、ご覧になられていない方いらっしゃったら、ぜひフォートトークの方に入っていただけると、いいろろ本当にすごい数ですよね。すすいで だいいぶ面白いと思うんでまあそこからもちもっと踏み込みたい人はそのえン<い>とされる別のその AI ツールでは個別の AI が、うん、これ出したとかあの、うん、マスクが、ね、あのこれを出したとか、うん、そういったーがいろいろされているのを個別に触ってみると、まあ、そうみたいなものがまあ感じられたりしてで、うん、縛りをテーマっていう感 とことと,とつなげるんであれば、彼ら AI あの、うん、そのものもいろんな縛りを受けてるなっていうのを、あ,あすいません、うん、答えできないですとか、あ,あすいません、うん、私は知らないですとか、それは得意じゃないですとか <laughs> まあまあ今けど、うん、まあ、スの意味でも、まあ、これは逆に言うと縛り、こういうふうに答えるのが役に立つっていう縛りを答えているから、うん、まあそういう。うん 役にも立つっていう、そのプラスとマイナスの縛りみたいなを、うん、まあそっち側でも、まあ、触って、それを意識して触ってもらえると、うん、その縛りというものを客観視するのに一つ役に立つのかなっていう気はするので、なるほどね。いろいろやらせてみるといいですよ、こんなことやらせていいのかな、言わせていいのかなとかどんな感じでしてみたら、あの面白いですかね、例えば。 あのーまあ、これはまあちょっとね、あのー人,をええー、と人を選ぶというか、まあ、そういうのが好きな人はという意味ですけど、いわゆるまあ前もちょっと触れたかもしれないけど、うん、要は韓国やリジェイルブレイク、あのー、要はその AI が本来言っちゃいけないことをどうやったらしゃべるかみたいな。あすごいそれをでもやるためには、じゃあ、まずどんな縛りがあるかっていうのを知らないと破れない,、うん、いなるほどね。 がないんだっていうのをまず探ってもらって、で、えー、あのでそこからあの、うん、テクニックはいろいろ公開されていたりするんで、まあ、それをいろんなの試してもらっていいと思うんですけど、うん、で、えーとまあ、縛りというものがどういうふうに作用して、どういうふうにまあ破ることができるかみたいな。まあうん っていうのも、まあ、人間がやってることなんで、あ、これを作ってる、これを調整してる人たちはこういうふうに調整してるんだなっていう、縛ってる側の、まあ、AI に対してね、ですけど、の側の思考みたいなものを、まあ、まあ、盗むというか、あのうまく、まあ、拾えると、まあ、逆に自分に対して誰かが仕掛けてきた時とかも、まあ、拾いやすかったりとか、うん、あるいは逆にね、あのえっ、ー、と、まあ、誰かをのその、 なんだろうね、縛りを解除してあげるとか、まあ、そういったところにつかもしれないので、うん、まあその辺はそう面白いかもしれないなと思います。かなり高度ですね。そうです。<laughs> はい。ありがとうございます。えー、と今日は縛りについてお話しいただきましたけれども、いかがでしょうか皆さん、あのー、何か縛りについてご質問がもしありましたら、ね、コメントを入れていただければと思いますが。 はいじゃあちょっとコメントをお待ちしている間によろしいですか、お話の方ははい、はいうん。はい、はい大丈夫ですね。はい、ありがとうございます。そうしましたら、と井上さんの方から特典の話をしていただきたいなと思います。はい、はい、今回の特典は、えっとええ、リアルタイム、まあ、今この場で聞いてくれている人への特典。はいええ えっと、無料のオンライン相談セッションを、これを20分。あ、はい、はい。えっと、無料で、ズームとかになると思うんですけど、<あ>ズーム相談セッションの20分っていうのを、まず、あ、付けしますので、参加者というか、希望者の方は後で、えっとで、まあ、えっと、メッセージをもらえればいいかな。はい、そうですね。はい だなとで一応、このリアルタイム視聴特典で、プレートをすることを一応、今回おまけとしてつけます。えー、とこれはまあ有料になりますけど、まあ、無<っ>20分だけ受けたいといったらそのまま無料ですけど、通常、はい、トライアルコーチング60分っていうのを5万円とかでやってますけど、これを今回、うん、えと視聴特典で、えー、と受けられたい方がいらっしゃったら3万円という方、はい、割引価格で。で ますので、まあ、えっと、はい、いただいたら、お申し込みをお願いいたします。はい、ありがとうございます。これ、お得ですね。はい、お得です。はい、えっと、まあ、えっと、これをリアルタイムじゃなくて、えっと、はい、この、な、方。はえっと、視聴特典ですね、として。はい、まあ、今言ったトライアルセッションなんですけど、まあ、これ。はい、これが、えっと、まあ、えー、っと。うん 5万円、えー、60分のやつに対して、事前か事後、まあ、これはあの選択いただけますけど、30分間の、えー、とプラスの事前だったら、えーとまあ、なんだろうね、先、えー、にちょっとあの調整のための時間のとして30分、うん、もしくは、えー、とトライアルが終わった後でしたら、えーとまあ、フォロー的な扱いになるかなっていうのを30 <laughs> プラスするっていうのを、まあちょっと通常はついていないものを30分間、はい、どこかで、えー、プラスしますよっていうのを今回の視聴特典としてお付けしますので、もしこちらをお興味のある方いたらメッセージといただければと思います。事後とかいいですね。事後。事後、ね、あそうで,すで、セッション終わってから少しね、とセッションの効果を見ながら。 そうそう質問とか出てきたり報告がきっとね素晴らしい報告が出てくると思いますので、うん、それをね、はい、お話ししていただくということに使っていただいてもよろしいかなと思いますはい、はい、じゃあえっ、ー、と今特典お張りしましたのでこちらの方からご確認くださいそれでですね、えっと、お申し込みの方なんですけれどもフェイスブックですとメッセージですね、うん、メッセンジャー は x であればと dm ダイレクトメールで井上さんの方に特典のお申し込みをしていただければと思います。はい、はい、ありがとうございます。えそれではですね。<laughs> コメント特に入ってますか？大丈夫そうですね。はい、それではえっと。<laughs> もう一つ。井上さん、いい人からのいい言葉ということでと。井上さんからの言葉。 のプレゼントを今日ご視聴してくださっている皆様にと一言お願いしたいんですけれどもはいじゃ、ね、はいはい、まあ、ちょっと何、ねうん、回か言ったことのある意味繰り返しにもなりますけども、はいえー、縛りプレイは意図的にということで、えー、縛りプレイは意図的にはいはい、まあ、自分の意識で、うん、まあコントロールしましょうと縛りっていうものを、まあ、コントロールして、うん、まあ自分 に生かす、まあいらないもの。うん、まあ、使いよう、やってもらうっていうことで。うん、まあ、楽しんでいただければなと思います。うん、なんか縛りを外す方法って、どうなんでしょうね。なんか難しそうに感じますけれども。うん、何かそのアドバイスとかありますか、一言。だなえっと、難しそうだなって、もし思う。まあ、例えば、まあ、それってなん縛りがあると思うんですけど、うん、この。 外しにくいなと思うか <laughs>、うん。それがなんで外しにくいかっていうのを、まあ、言語にするですね。うん、言葉する。言語化する。言はい、で、言葉ででできれば書き出す。ああ、書き出す。はい。書き出して、で、うん、えっと、まあ、結構具体的なテクニックになるかもしれないけど、えー、まあ一つには、うん、どこから来たのか。 どこかから来たのか、うん、それを、それも書く。あの書いて、どこから来たのか。うん、と、えっと、なぜ自分は外せないと思ってるのかっていうののを、えっと、そうだな、えっと。どこから来て、えっと、あそうだな。誰だったら外,外せるか、外してる人は誰か。それが影響を受けてない人は誰か。うん、あーなるほどね。はい。っていうのも書いて、で、えっと さらに、えっと、その人が、まあ、要はその影響を受けてない人が何で影響を受けていないのかっていうのをまあ書き出す。で、それをいろいろと掘ってってもらいたいんですけど、でも、ここで、えっと、そうだな、あの人はあれだから、私には持ってないあれだからみたいな形で引っかかっちゃうと、また、えっと、ループしちゃうんですけど、そのループ、うん。 どっかでで外れる自分と,あと共通してるけど共通というか自分にとって近しい、まあ、似てる。 まあ同じじゃなくていいんですけどあの、まあ、似てなくても別にいいんですけど、うん、この人は参考にできるな、でもあの人は縛りがなさそうだな、どうしてかなっていうのをそれぞれの縛りに対していろいろ考えてみるみたいな感じで、あのその情報の、えっとまあ、出どころと対処法ですよね、扱い方。まあ、要は扱い方を知っている人に学べば扱えるようになるというだけの話なんですけど、まあ、それを まあ、あと、セ、まあ、ーションとかでね、あの個別にコーチがついている人はコーチがやってくれると思うそうですね、うんまあ。そうじゃない場合はちょっとそういった形で自分で<え>あ<の>書きながらそうです、ねまあ。博士の言葉を借りれば演技のネットワークを探りながら自分がコントロールできそうな演技の結び目を見つける。えっと みたいな発想ですよね。ここを登どどっていって、これがあの、ここからだったら動かせそうだなみたいなところを見つけると、たぶ、うんあの動かしやすいんじゃないかなと思うので、ちょっと、はい、もらえればなと思います。はい、ありがとうございます。と、美濃美コーチからと、井上コーチ、まさコーチ、こんばんはいつもありがとうございますということです。はい。 で今と、ね、井上さんにお話を伺っていましたけど、えーと、縛りの外し方っていうことですけど、もう書いてみる。書いて掘り下げてみるですね。それでと、自分が外しやすいですかね。結び目、縁起の結び目を探していくっていうところでしょうか。はい、まさにそういうことです。そういうところですね。 でそれを掘り下げながらそれを見つけていってそこから解いていくそうそうですそういうことです、うん、素晴らしい、うん、ということで、えっと、素晴らしい、ね、コメントをいただきましたとコメントを読みます<い>と「む田ださいう昨日まさに突破口を見つけてダイナマイトを仕掛けました」だって <laughs> 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 爆発しますねいいですかいい あのあのまあ、気候とかそういうイメージのななんだろうな、えっと、扱い方がと得意な人はそういうイメージでやるのも全然 OK なので、そうですね。なんていうのんんさせて演技を変えてしまうねそうですねはは非常に あのごめんね、私も言ってた言うからあれだけど、まあ、非常にねあの、まあ、長く学ばれていて技術もあるから爆発で、うん、あの慣れてない人は葉っぱ工事であの爆発しちゃいけないとこまでいっちゃうと危ないからそうですね。あ、う、べ、ん、を、ね、作っとこうとか、まあ、そういうイメージも含めてやっとくといい、うん、はいそうですね今日ご覧になられてる方はぜひねその辺りもねきっと井上さんいいアイデアでね 相談に乗ってくれると思いますので,で今日の20分のこちらはオンラインの相談セッションの方はコーチングのセッションじゃなくてね相談になりますので何かその辺りのお話を聞かれたい方も是非とお申し込みいただければと思いますはいどうもありがとうございましたじゃあ、えー、と私の方から最後に一言ですけれどもお知らせ ご連絡ですけれどもと、プロフェッショナルコーチお呼びしてのと対談ライブとつのいチャンネルですけれども、来週は来週の火曜日です。あもう5月に入ってしまいますね。はい、5月の7日火曜日に予定しております。また告知をさせていただきますので、どうぞお楽しみに。で、今日はですね、PF2 のマスターファシリテーター、そして情報,情報処理安全確保、確保し、支援すい、ね 井上さんどうもありがとうございました。皆さんどうもご視聴いただきましてありがとうございました。今日はこれで失礼いたします。どうもありがとうございます。失礼します。